増崎です、このアラエレックスハローっていう、オーバードライブペダルを紹介したいと思いますけども、2つの、クランチサウンド、そして、すごいハイゲインの、チャンネルを持つ、オーバードライブペダルなんですけども、普段僕はアンプで歪ましてるんですけども、本当にアンプの、ディストーションゲインに近い、感じでクリーミーな、クランチから、すごいもうめちゃめちゃ歪む、オーバードライブサウンドまで全て、カバーしてくれてる、僕もライブで使ってますけども、非常にいいペダルを、今回はですね、いろいろこう自分がこういう時はこういう時っていうセッティングを交えながら、音を聞いてもらって、皆さんぜひ使ってほしいなと思いますんで、ぜひチェックしてみてください。音作りのまず本当に要になっているのは、やっぱり多分皆さん一番気にするのはこのシェイプというここですね。波形でいろいろドンシャリにしたりとか、ミドルを膨らましたりとかするポイントがありますけども、ここ基本的には、僕全部そうなんですけども、まず12時0の状態から始めて、それで、足したり引いたりするんですけども、基本的に僕は、このサチュレーションというこのスイッチは0にしてます。全く効かないようにして、どうしても例えばスタジオにあるアンプの特性がミドルが多いとかミドルが少ないという時にこれで足したり引いたりとか、するということはしてますけども、基本的に僕はサチュレーションを入れない状態で音を作ってます。
さん、今までビデオを見てもらってありがとうございます。だいたいこの、ペダルの良さは分かったと思います。本当にブルース、ポップスでヘビーメタル、全ての、いわゆるディストーションサウンドっていうのをカバーしてくれてる、いいペダルだと思います。もちろんいろんな、もっと壊ればな壊ればなっていうとかそういう要求あると思いますけども、まず一回、使ってみて、本当にナチュラルな、ゲインペダルを楽しんでほしいと思います。ぜひ。